撮ったりしてると見逃すの、パノラマで撮ろうとすると見逃すの。リサさんはあっち側見てる。ゆうちゃんの場所ね、土線でいいんだけど、モガちゃんがちょうどあの柱でね、まあ、柱から顔が出てる。僕ちょうどあっち登ってきたらモガちゃんが焼き付けよ。出てくるの来たよ。電波に出てくるんじゃない。すごいね、長めの部分。どうですか、ミス ID の人ポップに出てんじゃんっつって。何ポップ。さすがには違和感をやっぱ感じて、違和感もうそろそろ出ますよ。出てくるよ。一瞬だよ。一瞬だからね。出るよ出るよ、はい、そろそろ出るよ。次出るよ次出るよ。はいはい、出た。あ、ミリーさんじゃん。あっちミニーさんだった。あっち見てる暇なかった。ミニーちゃんか。あっちミニーさんだった。あっちがミニーさんで、あっちがモガマちゃん。選手来た。素晴らしいな。これ電波組だ。これね、いい時代の電波組。そうだね。あれ、記録屋さんよくない格好してたね。じゃあ電波組じゃなくて、電波組現場。そう繋がってる。あ、手のさん。違うじゃない、違う違う。慣れの果てだよ。弥生さん、慣れの果てだね。慣れの果てだよ。あそこまで行ったらすごいね。ビジュアル寄せられる。
や、3年ちょうど3年後ちょうどその時期に始まるオリンピック。来年の今頃なんかあと2年みたいなことやるのやる可能性もあるよ、ね、そしてあと1年やばいなと思ってちょっと頑張って痩せてまたちょっと戻ってる。あ、そうだ。今ちょっとフジロックで痩せていきます。めちゃくちゃセックスしてる。めちゃくちゃセックスしてる。あんま飯も食わない。テキーラしか飲まない。テキーラだけ飲んでセックス。テント買ったでしょ。でしょ。裸で温泉並んでやんちょっと精神的。本当に僕は これくらいの距離で崖くん掘った大ザビです。あれ屈辱だよね。ちょうどね混んでる時間に行っちゃった。皆さんも来ていいんだよ、苗場に遊びに。来てよ。そしたら止めてくれんの。止めて。一応あのクーサマイクと行くかどうかは今。あ、本当に？売り切れちゃったんだよね、チケットが。そうなんだ。
土曜日が売り切れちゃったの。でもね、現地来ればなんとかなるんだよ。そうなんだ。ダフがいるから。最悪入れなくても、あの遊びとかあるし。来ちゃうんだよ。止まってほしいよ。行ってダメだったら、おごと温泉行ってほしい。翔さん、それから温泉はある。キャーキャー、あと3年新国立検索してる人が。そうだね、いいね、悲鳴だね。もう来てないぞ、もう来ないぞ。心の叫びが見てる場合じゃない、見てる場合じゃないぞ。終了しましょう。いや、よかった。いい前夜祭だ。